はい、じゃあ、インスタの方で、ナナに質問を、募ったので、やっていこうかなと思います。じゃあ、まず最初に、円陣後にやっている永野風花選手との儀式の解説をお願いします。あれはアンダー17のワールドカップの時にそういうなんか儀式が流行ってて、このチームでもやろうみたいになって、ふるといろいろやった結果、なんか猫になったって。にゃやったっけ、ワンじゃ、あ、にゃか。にゃなのに、ふうはいつもなんか、ワンとかね、ガオみたいな。帰ってくんね。帰ってくんね。緩む、緊張は緩む。え、あれは前半の前のエンジン、後半のエンジンの時にの、両方そう、やる？両方やっと。ああ、そういうことね。でもさ、試合後もやってたよな。試合後も多分、テンション上がりな、上がってたけど、やってやったよな。自分なんかその試合後のを見た気がする。なんかまあそういうのもやってるので、もはい、しなんかいいのあったらまた教えてくださいね。儀式。儀式。池尻渚選手からなんですが、理想のタイプ。理想のタイプはいっぱいあるんやけど、まずいい面よ。白い人。ああ、そうね。結構大事。結構大事。笑わせてくれる人結構大事。そうね、確かに。あと、犬好きな人、動物好きな人。男らしい人、一緒にいて落ち着く人。大事大事大事よな。大事。でもそんなもんかな。じゃあ見た目で言うと誰？なんか。でも俳優だと田中圭好き。あ、そうや、言ってた田な。中圭、田中なん圭。かめっちゃ好きってあんまおらんくて、いつも俳優とかも。でも田中圭は好きって思う。でもかっこいいよな。かっこいい。し、いつも役がいい役。役に影響されてるよされね。る。確かに。え、じゃあ結婚したら働きたい、もう家に入りたい。家に入りたい。家に入って、で、ご飯とか。ジムとかも行きたい。じゃあ、ナナが考える、今の理想でいいから、ナナが考える、朝から夜までのそのの理想。理想。あ、いいね。どうぞどうぞ。まず家庭の、この構成は、構成まず犬3匹ぐらい飼っとって、子供もまあ2人か3人おって、まあ朝は犬の世話と子供の世話して、ああ、で、なるほど。学校行ったら、で、旦那さんも仕事行ったらもう自分の時間で、もうジム行ってちょっと体を動かして、で、犬と昼寝して、で、ママ友とご飯行って、やっと夜ご飯とか買い物とか家事をする。ああ、なるほどね。朝は自分の時間、ああ、自由に過ごしたい自由に過ごして、じゃあそれを許してくれる旦那さんじゃないとダメそうやだな。ね。それをいいよって言ってくれるね。穏やかに過ごしたいのね。でも確かにナナは都会のイメージはない。ないよね。田舎がいいな。でも分かる。それは分かる。自分も田舎がいい。でもなんかちょっと行ったら都会に行けるぐらいの距離がいい。え、分かる。ちょっわかる。と1時間ぐらいでね、行けるぐらいがいいね。そう、それぐらいがマジで理想かも。分かる。基本はあれやな、農家じゃない、田舎で暮らしたいやな。田舎で暮らしたい。それこそ農家やりたいとかある？自分で野菜さ育てたいとかさ。ああ、なんかプチ畑作りたい。プチ庭に、畑。もう家用の畑、自家で分食たべれちるよ。しか食べあ、ないそうそうそうようそう。なね。ああ、確かにそれはあ、いいそうよ。そう、畑のお世話もしなかった。わ、大変。自分の時間が 減るな。減るな。いいんじゃない？それはちょっとなんか子供たちにも手伝ってもあ、らいながら。そうやな。おもろいな。じゃあ子供にやらしたい習い事は？プール。ああ。まずプールと、なんか最近ダンス結構あれじゃない？有名。今時よな。リズム感大事やしな。あと、なんだろうな、スポーツ系でもやらしたいかな。ああ、運動ね。うん。確かに。運動できたらいいもんな。男の子でも女その子うで。な。世界広がるもんな。ピアノとかやらしたい？やってたけど、できひん。できこそんなことある？のエピソードは自分が言っていいのか分かりませんが、ナナのところで。なんかピアノ習ってたんですけど、通ってるから私が弾くじゃないですか。先生が弾いて私歌ってたらしいんですから歌うまいのかもね。いや、意味わからんよな。だから発表会でピアノ弾いたことない。マラカスしか弾いてない。それはその子のあれやな、向き不向きがあるので、皆さんそれは察してあげてください。
でも何でもやらせてあげたいかも、うん、確かに自分もこれやりたいって言ったら、うん、やってみなって、うん、で無理やったら、うん、じゃあ、うん、なんか次なんか やってみたいのやりってなんかちっちゃい時ほどそういうのやらせてあげるような、うんうん、そうやな、なんぼでも話せるな、なんぼでもな、恋バナだからみんなそうやと思う、みんな想像の話やけどみんな恋バナいくらでも喋れる、喋れるな。うちは絶賛募集してるの。絶賛募集です。じゃあ最後にカメラに向かって、男らしくて優しくて面白くて動物好き、あとなんか一個言ったような、あ、落ち着く人、あ、落ち着く人、ぜひここに LINE ください。 LINE なんや、自分の LINE あ、ね、あかんかんで ID あかんかん、うん、あのどっちかじゃないですか、意味な、いやそれやったらあれやん、インスタの DM でとか、そう、ツイッターのメッセージでとかわかるけどさ、LINE は新しい。絶賛募集中です。はい、お願いします。はい。